こんにちは。こんにちは。今回は盆栽世界さんの、等の特別企画として、はい、はい、常滑の方に来ております。来ておりますと。常滑の元気で頑張ってる活動してる、陶芸作家さんたち、熊本さんたちを紹介しにやってきま、来てます。はい、こちらが、地元の橋問屋さんの新座松、新座松さんの、はい、関さんですね。はい、お願いします。お願いします。でこちらが、まあ、今回ちょっと案内役として、まあ、来ていただいている、群馬の前橋の石井盆栽の寺澤さんです。寺澤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。蜂の知識に私があんまり詳しくないので、お二人にサポートしてもらいながら、ね、回っていきたいんですけど、はい、で私は、まあ、常滑で生まれ育って、焼き物の、まあ、製造のメーカーだったんですけども、はい、盆栽鉢を販売している、うん、業者になります。はい、で常滑の鉢を主に扱っているので、私が、寺澤さん、石井盆栽さんに卸をしております。はい、はい、石井盆栽の寺澤でございます。国内ではですね、盆栽の販売のほかに、鉢の販売させていただきまして、多くは、常滑の鉢、瀬戸の鉢、それと別に中国、ベトナムから、園芸鉢輸入しておりまして、それも含めて販売しております。盆栽の方ではですね、国内販売から世界各国への輸出を営んでおります。今日は常滑にお案内していただいてとても勉強になりました。これオープニングか。オープニングです、ね、後取りなんですね、これ。そこうまくやっといてください。やっときます、やっときます。すいません、以上でございます。はい、ありがとうございます。ちょっと長い企画になりますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。します。本日は、常滑の名工斉田三歩先生のところにお邪魔することになりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三歩先生、一言お願いします。まあ、今はちょっと大きめの盆栽鉢を主に手作りで作ってます。まあ、形というか、まあ、自由でいろいろな寸法指定があるものですから、こういう木に合わせたこういうものが欲しいといれば作れますので、よろしくお願いします。じゃ結構この依頼があって作る方がのが多いですね。多いです。はい、なるほど。じゃお二人もよく先日も大隅木で作っていただきました。あ、そうなんですね。やっと納品になりました。気に入っていただけたら最高の出来だな。今この銀杏木っていうのかな、のやつを今こう作ってるんですけど、これも出来上がりが54センチの予定で今作ってますけど、54センチ、今は60センチちょっとあると思うんですけど、出来上がりで縮んで54センチ。じゃこれはこれからどういった作業になるんですか。これはね、もう今からちょっと帯座の紐だけつけたもんですから、土を塗ったもんだから、はいはい、これをこうやりながら帯を作っていく、下帯ですね。とあと葉の厚みを取り揃えて、ただ今現状この暑さで乾くのと戦いで、今はもう霧吹きが必需品で、乾く前に霧吹きかけながら、ほんとこのことやったら切れる元なんだけど、作業が間に合わないものだから、まあ、仕方なく乾きすぎちゃうんですね。そうです、そうです。置いてあるやつもビニールをかぶして、乾燥を防いでる。向こうのあてはもう出来上がるやつはビニールかぶしてあるんですけど。あ、そうなんですか。出来上がったやつも乾燥しない方がいい。そうそう、急乾燥すると乾きたいと乾いてちゃうと歪んだり歪んだり、穴開けるもんだから、そこから傷が入って切れちゃったりして、いろんな傷の原因になるもんですから。なるほど。これ今からはちょっとやりにくい時期にあるんですけど、ちょっと前梅雨時は一番いいんですけど、湿気がいっぱい、まあ今もまだ湿気があるもんだからまだいいにしても、はい、でもこのナスはやっぱり乾いていくのが早いんで、こちらの作り方としては、たたら作り。あ、たたら作り、うん、薄く切った板をスライス状のものをこう貼り合わせていく。なんか正方形とかなら分かるんですけど、正方形一緒です。だからこういうのは、これもここの部分とここの部分、ここの部分、こういう削っていく型紙が。ああ、これはね、本当はね、みんなここから作るとき立ち上げて作るんですけど、もうあまりにも寸法指定のものが多いものですから、内寸がどんだけとか外寸がどんだけって、そうすると一番測るとこはここで測るじゃないですか。はいはい、でもここ決めちゃいさえすれば、もうあとは自由に作れるかなと思って、ただ逆からこっちから作っていく作り方で、
現状これがこれのあれかな、これが本当はこういうふうに乗るんですけど、はいはい、でこのスーポーで作っちゃえばこの54センチなら54センチ、まあこれはもっこの形の楕円層とかあれなんですけど、はい、長方形っぽいやつだと、うん、実際はこことここの長さで寸法で測ってやるんですけど、ただ長方形だとあまりまっすぐだと中に入らないように見えるんですね、焼き上げると。だからちょっと膨らまして作るとというとちょっと柔らかい感じのとちょうどあんまり出ちゃうとダメだけど、はいはい、ちょっとこういうふうに定規で膨らみを持たせておくと長方形でもあのびっちりの線で引いた長方形ではなくて、はい、ちょっと膨らみのある長方形になるものだから、なるほど、これが柔らかい感じにもなるし、まっすぐだと中に生えた風に見えるもんだから、それを防止するために、うんうん、実際はここで寸法で測るんですけど、はい、で膨らみも出せるんでちょっと大きめに作るんですけど、うんうんうん、ただ寸法でたらんでというよりは1センチぐらいちょっと大きめに作った方が一応逃げ道として自分のところ50センチ作ってたら49センチしかなかったって言われるとなんかいかんけど、51センチだったって言えばそれはまあ納得してもらえる範囲かなっていう、だからプラス1センチぐらいの予定でやってます、予定だけどね、実際そこまできっちりならないんで、だからこっちから作っていって最後に底を伏せるという、最後に底を伏せる、あ、こここっちから逆だもんで反対こうなってるから、あ、で作っていくときはこれが反対こうになって作って最後に底を乗せて、で今はやってます。そういうか、底ができてる上に、うん、横側をつけて、ね、上を天板を広作っていくけども、最悪の場合は上から作って、うん、で最後にこの底をペタッと貼り付ける、うん、まあ やり方がちょっと違うかもしれないけど、結果的には同じ、うん、同じになるし、まあ結局寸法重視でやっとるものがこうなっちゃったんだけどね。なるほどね。実際こうやって作っておるとこういうもんだとやっぱり広がり癖になるんで、はいはい、絶対もっと大きくなっちゃうんで、だってまあ決めちゃえばもうあとはもうその金銭で作ってきゃいいんでって。彼はすごいなんかアイディアマンだから、うん、もうこう形もそうなんだけど道具これを一人でこうひっくり返すことが、あ、そうですよね、難しい大きさなんですよね。これだとみんなもうやりたがらんだわ、みんな年取ってくるもんで、うん、これを返そうと思うと2人がかりで4人がかりで4個らしょってやらなきゃならないから、ね、だけどうちも同じ状態でできないけど、だけど一人でやれる方法があれば作れるじゃん、はい、でこれになったんだけど、これでこれを置いてサンドして状態でちょっとで、くるりんと、これ、目玉焼きみたいな、これでも、1枚ですよね、やってみましょうか、見た方が入るよな、でも、これで実演が始まる、その方が、一回納得して見てもらえば納得できるので、このまま行って、で足もつけないかんし、こっちも仕上げなかんので何面でも膨らすんですわ。一、ね、回切りで済まないんで、はい、何面でも膨らしたりまた戻したりして繰り返しながら物ができてくるものですから、だからそのたびに「おいちょっと手伝ってくれ」って呼ぶのも人がおらんとできないし、うん、そのためにビールは飲んだんだ。ああなるほどそういうわけでもいいんだけどねえ、ちょっとごめんなさい、さっきのこの神田も同じような、神田も神田も中下がらないように、これがないとずっといっちゃうんで、お金をかけんでやれる方法ないかなと思って、でもこれ自分でこう考えて作ったってことですね、設計というか、そう、まあ大体ふくりがいってこうやると、まあ、とりあえずはやれるかなという、
で、まあ、一応これがあるのでこれ以上グッと浮かしてみても分からないっていう、はい、よいしょ、なるほど、これで台車で、台車でこういう油圧だもんだから高さを届いてこれ外せば、こう一人でこうひっくり返しだと思います。ただ狭いもんでこうやってやらんとやらない。そういう道具です。名付けて、え、名付けて、名付けられるまで、でもこれやれれば、あの一応これあの大きなやつでも一人でやれるもんだから。なるほど、革命じゃないですか。革命、いや別に昔からあの回転機はあるんだけど、もっとちゃんとしたあのアルミでやったりきっちりしたやつで、あるだけども出すのがめんどくさいと言って重たいし、その辺のとこは多分だいぶお金出して作っ鍛冶屋さんに作ってもらってると、ね、本格的なやつだよね。でさっきのこのここのやつの高さは何種類かあるってことですね。そうそう、ネジでどんどんこう高くなる、ね、調節できるんだ、うん、ここでね、 あとこの低いのもあるし、これはうちの中 の基礎のところの下で土台だよね。土台で調整するやつが、なのでいろんなパターンがあって、これで調整するんですね。そうそうそう、高いやつだったらこれ2つ重ねてやればいいし、で、あれだったらまあ木挟みゃいいし、でもこれじゃ仕事できない。あ、すいません、じゃあ最初また戻さないといけない、申し訳ないです。今、多分こういう感じのものを使ってるのは斉田くんぐらいだね。というか、まあ、大きいものでやるとこはやってるかもしれないけど、まあ、多分ね、山脇さんも持ってるはずなんだよね。あると思うよ、うん、うん、使ってない、うん、一光さんとこもお父さんがやってる時に多分使ってたけど、もう使ってないし、それは何で使わなくなったんですか。大きいもの作らなくなってきた、あのね、重たいもんでね、このサイズがメインになっちゃう。そうそうそう、作りたがらなくなって、なぜ、まあ、逆に狙い目かな、そこで作ったんだけど誰も作らへんっていうので、じゃあ作るかっていう。ただやっぱり傷が多いもんだから、今度傷との戦い、大きいものだと値段もいいけど、やっぱりそんだけ縮む幅も広くなってくるので危険率が増えるじゃないですか。なるほど、だって今それと戦っとる傷、カマキの、例えばよいしょ、これはもともとあれと同じようにこういうふうにしか作ってないんだけど、はい、あと隅をこう自分で入れてって、うん、これも同じ作り方で、作り方、作り方は一緒ですけど、もともと最初に大まかに作ったのはこの形で作っておいて、あとあの仕上げておくときにこう筋を入れて、これは全然上との土は一緒なんですよ。これ乾き用の問題、これは違います。土は違う、違います。ここまでで一区切りかな、こっちのここまで。あ、なるほど、でロットが変わったみたいなことですか。そうです、あの今あえて変えてます。あ、もう手作りでカタログを取るわけじゃないん で、 そうですね、同じものを作る必要ないなと思って。こういう模様もなんか依頼が来るんですか、こういうのがいい。あ、うん、アジロも作ってて、まあ、注文もらってますけど、アジロして6階です。おお、すごい、あお茶もありがとうございます。傷、これが美術館収めてるやつの傷なんだけど、はい、でこれ見てこれまた同じやつ作って、これは57センチなんだけど、これが切れちゃって引けるんだけど、どこかも入っちゃったの、これ引けだね、どっかビシビシって、あ、泣くの、泣く、泣くっていうのはちょっと冷め切れ、冷め切れ、うん、あのガラスがなんか熱いやつポンとやるとパシッと割れるじゃないですか、はいはい、あれと同じような、うん、とかすごい手がかかるんだね。あ、これ入ってますね。そうそう、それもみんな傷で、そうそう、傷との戦いで、これ声を作るんですね。これが
防災バッジ作る前に一時防災バッジ雇って防災バッジが売れなくなってきたものだから食器に移って、あ、作ったんですか。でまあ食器もやっぱり数作らないからもんだから、まあ年取ってからくたびれてくるもんで、そしたらやっぱり盆栽の方があって言ったら、じゃあまたこうやって盆栽まで作るかっていう、ただこういうことが雇ったもんでこっちにまた生きとる、生きてる、いろんな方法で。どっちが好きとかあるんですか。好きっすか、まあ、お金儲けだもんねやっぱり作っていかなあかんで、やっぱりなるほど、そうなんですよ、そうなんですよ、こういうこと言っちゃうもん。これで焼いたという、1100度でこういうふうになったという記録ですね。そう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 、一番大きい窯と真ん中の窯が2つ必要だな。これが1つの窯だったの、これが必要として、それでブツッと切って今こっちとこっちアングル使って、え、でもここもこっちも同じじゃないですか。同じだよ、だってあのアングル、そのこれはみんな一緒だもんで、これが必須のやつをもう切っちゃって、またこっち壁2つ作ってえ、これを切ったんですか。こう、これ、うん、このアングルが本当はここまであったんです。こう繋がって、もともと壁はあったんですか。壁はこう、これとこれ一つであったんです。一つ一つのこのもうちょっと大きい釜だったやつを自分でここレンガ積んでこうやって、でこっちの釜とこっちの釜が、だってもう全然わかんないじゃないですか。それまあ、これ自体はもうわかんない。それ一緒だよ、あのレンガ積むと一緒だから、あのレンガだけ手に入れば自分でもやれる、あのガス釜はできるよ電気釜はやれる、ただし電気釜はやっぱり線こうで釘打つもんだから、もう3遍か4遍あの打ち直すと線が必ず切れるから、寿命が来て、ニクロム線、そのか線なんで、そうすると穴だらけになるもんで釘が刺さなくなるもんで、もうもう一回レンガ組み合わさない。ああ、じゃあまた一回レンガも組み直してるってことですか。そうだって、その時にもう一回もうでビブ壊したもんだから、もう骨組みだけになったもんだからぶった切って2つにした。そういうことか、うん、それまでだからこの辺はもう同じやつなんですね。同じにこっちもまあちっちゃい番台ね、これ、これ棚板が2枚分と1枚分の違いなんだけど、だけど食器はこっちでよかったんですわ、ちっちゃい方で、はいはい、だけど8になってくるともうこれでだと8だとちょっとちっちゃかったからねでも早くスープはくっつけなきゃいけないつけなきゃいけない、まあ、くっつけてもこっちの奥行きがもう一緒なのでから、もう短冊みたいなのが鉢しか焼けなくなるもんで、結局需要に合わないんで、あのサイズの鉢をやっぱこうやって入れるんですか。そうです、これでお辞儀しながら、これは大変ですね、結構深いですもんね、うん、これで62かな、下の棚板から66かな。そうですね、DIY とかのレベルじゃないような気がしますね、この。まあまあでも一緒なもんですよ、あのそれなりにやっとる、まあ、最悪はあのもともと溶接関係、そう、あの、ね、高校卒業してからちょっと手工関係の仕事やったもん。ああ、だからですよね、うん、だからそういう溶接なんか全部自分でできちゃう、まあ、超変態なアイテムが一個ある。変態アイテム、うん、土の色見本。ああ、あ、色見本はいっぱいあるよ。もうね、そこもそうだけど、それもその辺の色見本も。あ、これ？なんかいっぱい表みたいになったね。なってるよ。研究しまくって。この辺の箱はみんな留学とかいろんなの。これ写真でやると、うちのその土の配合とかあれが分かっちゃうであれなんで、でもざこんだけあると分かんないですね、逆に遠目で遠目で、まあ、そんなあれでいいですよ、あとこんだけあるぐらい、こんなに、うん、これがもう何十種、ここも入る、こっちもここもそうです、みんな入ってる、要は、いろんな土の組み合わせ、何パーセント何パーセントみたいな、組み合わせと組み合わせの後に温度焼き方、焼き方、もう変態チックに、
すごいじゃないですか。これが何パーセントか。で、これを手職で作ると、大概3つか4つ、こいつの時は5つか6つ作ったんだけど、同じやつを。で、やり方変えたりして、いっぺんこの色がええなってたので、また同じやり方したんだけど、全然色違うだよ。なるほど。だって今度はこれになっちゃうと、鉢作った場合に良くねえなとか。だからまあこっからもう爆地。その時の、まあ、基本的なものはこうやって色の基礎的なものでこの辺と色ならいいなとか、こっちだともう全然面白くない色らしいとか。変態だな。というかこれが一番自分とこの虫の種というか、釜屋の違いなんで。いや本当に研究そうですね。研究だ。で昔は一山、まあ、この土がええとなという取って、これうちで寝かすとこんだけど、もう今の時代もうそんなに資本もないし、その土もらってくると、みんな山が違うので色がみんな違うんだよ。だってこの見本が意味がない。意味がないけど、まあ、やっぱりまあこの辺に近い色は近いものは出てくるからね。ただ逆に今は同じ色で焼かなくて、この色が良かったって言ってもやめて、ちこと違う色を混ぜて、でそれがまたテストピースに残しとけば、それがまた見本になるし、毎回、うん、ここに細かく、だってあそこに釜とこに乗っとるやつがやった時のテストピースで、うん、で今回のやつはそこの向こうのとこにちょこっと乗っとるよね、土のテストピースね。あれは今回のやつの、この一緒に焼いてまた、うん、これコレクション、また増えちゃいますね。でまだどんどん増え続けるってことですか。増え続けるけど、どっかでも諦めなあかんなと思うんだけど。そうですね、最近そうそう、まあ、基本はできたもんで、もういい色が、まあ、季節によっても変わってきちゃう可能性もあるでしょ。季節よりね、だってね、もらう時の土のタイミング、だってこうちょこっとずつしか頼まへんもんで、だから頼む時でまた次頼むと違う土が、同じ土でも品名は、うんうん、一緒でも全然赤みが違ったり。すごいな。そこは何、年齢に文句言うの。色違うじゃねえかって言われて、もうそれ言ったらもう裏変装はありますよ。今なかなか土もあのどん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 掘れるとこもなくなってきて。ということで、いろいろ見せていただきました。どうもありがとうございました。本日は誠でありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。いろいろ勉強になる話聞かさせていただきました。こちらこそ。大変勉強になりました。ありがとうございます。弊社の製品もまた頑張って作っていただきます。はい、頑張って作りますので、よろしくお願いします。作りますので、よろしくお願いします。まあ、一つ一つ丁寧に作っていきますので、よろしくお願いします。注文はじゃあ注文はこちらへ。こちらへ。お待ちしております。お待ちしておりますと。本日はありがとうございました。ありがとうございました。こういうのを作ってほしいって言ったら、どのぐらいの期間でできるものなんですか、鉢って。まあその時の需要にもよりけりだけど、なんか順番待ちみたいなのがあったら、順番待ちみたいな。まあだけど、ゼロからスタートすれば、2月弱かかるよね。うん、ただ作り出して釜入れるまでは1月じゃ終わらへんで、うんうんうん、やっぱりあれビニールかぶしていくと。だから今月俺売り上げあらへんだけど、まただかぶしちゃっとるもんね。あれ焼くとお金になるんだけど、まだ焼けてないよね、ずっと。だけどまあそれはまあできてくればまた次の月にお金入ってくるもんでええんだけど、それから今はまあ待っとってくれる、逆に言うと。その代わりしっかりしたものを作らなきゃいけないけど、私もそうですけど、あの鉢をあつらいで頼むときは、あの急いで作ってくれとは言いませんよ。やっぱり2枚作ってほしいからね、うん、昔は注文来ると2枚作って1枚切れても1枚取れればっていう形でやってたんだけど、まあ、全然そういうこともしないんで、2枚作ったら違うやつ作った方がいいんで、それが切れたらまた時期伸ばしてまた作り直すっていう風になっちゃうけど、うん、昔は2枚作った2枚半枚ね、2枚とか3枚ね、あつらいの味を頼むと、うんうん、2枚あってもどっちも売れるから作れたってことになるんですかね。いや、2枚作っても1枚売れるから1枚は残ってくる。1枚が仮に傷になっても、ただあのいい相手に渡すためには納期っていうのがあると、2枚作って絶対に渡すように、なるほど、ちょっと先に2枚作るんですよ、予備で必ず。でも残ったやつは別に売ってもいい、ね、売ってもいい、まだ売ってもいい、うん、でも特注なもんの出てないから注文来るのは、寸法にしても何にしても、なるほど、うん、だってなかなかそういったら売れるもんじゃないの、その木に合わせて作った鉢だから。じゃあ今度その木に、あの鉢に合わせた木があるかって言ったら、あらへんから。よくね、あのうちの先代なんかも2枚あつらいで作ったら2枚できますからって言われて、はい、
で普通ほらだいたい1枚失敗するから、うん、1枚分でいいと思ったら2枚上出来ができちゃいましたって2枚分買わされるとかで結構あったね。なるほど、うんうん、なるほど。2枚1枚余ったらして2枚目は安売っちゃったりさ、うん、それがあのよそから回ってきて話し合いいっちゃって、うん、で結局釜屋に帰ってきてっていうパターンも結構あるんだよ ね、 なるほどね。世間が狭いからすぐバレちゃってさ、やっぱりそういうことをやると解説しっぺ返し食うんで、やっぱり正直に作って切れたらまた作りますとかやった方が、はいはい、なるほど。